はい、あゆめです。よろしくお願いいたします。それでは今回は藤井竜王対久保九段の新銀河戦第2局のハイライトやらせていただきたいと思います。先手が藤井竜王、後手が久保九段で、久保九段の四間飛車となりました。そして互いに端歩を突き合って、角道はオープンですね。で、8二玉まで囲って4八銀。そしてここで久保九段が3二飛車と、4筋に回ってから3筋に振り直すという工夫を見せていきました。藤井竜王は4六歩とつきまして、3五歩にはどこかで4七銀と上がる筋を見せていきました。そして久保九段は7二金とここで美濃囲いを完成させまして、4七銀、4二銀と駒組みが続いていきます。そしてここで隙ありと見た藤井竜王が2四歩と積極的に仕掛けていきました。同歩、同飛車となりまして、2筋の受け方が難しそうなんですが、8八角成、同銀に3一金と久保九段が手慣れた受けを見せていきました。仮にこれ2三飛車成なら、2二飛車とぶつけたりとか、あるいは1四角と打って竜と銀の両取りで無理やり飛車交換してしまうと、そういった筋になります。ということで、藤井竜王も飛車は成らずに2八飛車と引きました。そして久保九段は1四角とそれでも打っていきました。4七の銀が浮いております。藤井竜王は強く3六銀と上がって逆に次2五銀で角を攻めていこうと、そういう手を見せました。そして久保九段は2二飛車と振っていきます。これで飛車がぶつかりまして、藤井竜王は2四歩で飛車交換を避けるんですが、久保九段は3三銀と、さらに次の2四飛車を見せて先手に揺さぶりをかけていきました。そしてここで藤井竜王は2三角と強く打ち込んでいきます。同角は同歩成で潰れてしまいますので、ほっといても1四角成から2三歩成で潰れてしまいますので、久保九段の受けが難しいと見られていたんですが、ここから2四銀がちょっと気づきづらいすごいさばきですね。仮に同飛車なら、2三飛車と角が取れるとそういう状況になります。ただここで3四角成と馬を作ったのが好手で、わずかに藤井竜王がリードの展開となりました。評価値で言うと300点から400点ぐらい、60% ぐらいですね。やはりこの馬ができたのが非常に大きいと、そういう状況になります。久保九段は2五歩と銀取りを受けていくんですが、藤井竜王は5八金右と渋く上がっていきました。そして久保九段が3二金と上がりまして、以下1六歩、3三金、5六馬、2三角と角をさばきに行くんですが、冷静に6六馬と避けておいて、こうなってみると2三の角の働き、そして6六の馬の働きが歴然としていて、藤井竜王が有利になりました。やはり馬と角だったら馬の方が圧倒的に有利ということですね。そして久保九段はここから4四歩とついていきました。将来的に馬で飛車をいじめられる手を避けていると、そういう一着なんですが、藤井竜王はここから5六歩とついていきます。仮に5六歩をつかずにいきなり2五銀とさばきますと、同銀同飛車に6七角成とされまして、同馬2五飛車で、飛車を取られて悲鳴を上げることになってしまいます。ということで一回5六歩とつくことによって次の2五銀を狙いました。で、久保九段は3四角とそれを受けまして、藤井竜王は7七桂馬と活用していきます。これも味のいい一着ですね。将来端攻めの筋もありますし、場合によっては6五桂と飛んで5三地点を狙う手もありそうです。久保九段はここで1四歩と、熟練の手待ちをしていきました。そして藤井竜王は8六歩とこちらを突いていきます。以下久保九段は3五歩4七銀と引かせまして、このまま手待ちしていっても8七銀などでどんどん先手の形が良くなってしまうということで、1五歩と無理やり端から強襲していきました。これもまたすごい手ですね。以下、同歩と取りまして同香と端からさばいていきます。そして藤井竜王は冷静に1六歩と受けていくんですが、強く同香と取りまして同香に1五歩と打っていきました。そしてここで藤井竜王の指し手が注目されたんですが、3六歩と3筋から逆襲していきます。これが好手で、以下1六歩に3五歩と取って角取りに当てまして、仮に同銀なら
三級強者のように電学出しを放っていこうと、そういった一着になります。ということで2三角と引くんですが、ここの取り込みが効いたのが大きく、以下9五歩と絶好の馬のポジション、絶好の桂のポジション、さらにモチーフ2枚強1枚という、最高の端攻めのシチュエーションが完成しました。そして以下同歩に9三歩と迫っていきます。そして久保九段は仕方なく同香と取るんですが、8五桂と跳ねて絶好調ですね。で久保九段は9四香車とギリギリの粘りをしていきました。まあ、これでもう少し決め手があれば藤井竜王が一気に勝てそうなんですが、まあ、ギリギリこれで粘れると判断した勝負術ですね。で実戦は藤井竜王にここで珍しくミスが出まして、一気に互角付近まで形勢の針が戻っていきました。それが3四香車ですね。4三金とかわされてみると、思った以上に戦果が上がらなかったと、まあ、それどころか後手の恐ろしい反撃を招いてしまいました。3四香のところでは9二歩と打てばかなり藤井竜王が優勢だったようです。まあ、評価値でいうと 90% 近くですね。仮にこれ同玉と取りますと、そこで3六銀と出て、まあ、次に2五銀から銀を取って9三銀という狙い筋があります。で仮に4一角と2五銀を受けたとしても、4五歩と馬のラインで飛車を攻めて、これははっきり先手が優勢という状況でした。まあ、ちょっと9二歩の利かしのおかげで王様があまりにも不安定ですね。金駒が入ると9三銀や9三金からあっという間に寄ってしまいます。まあ、ということで、9二歩と垂らせば藤井竜王がかなり優勢だったんですが、まあ、実戦は3四香と打ったため4三金4五歩と飛車を攻めた時に6四香が抜群の反撃となりました。これでもうほぼ形勢不明ですね。ただここでもまだ7七の馬と逃げておけば、まだこの馬がいる分、例えば3五銀には3一香成と香車を逃がして、まだ藤井竜王が若干有利という形勢だったんですが、ここで藤井竜王は4四歩という、もし負けたら敗着になりかねない危険な一着を放ちました。これに対して久保九段が3四金と金を取りながら、香車を取りながら金をかわしていきます。ここで仮に4三歩成だと、もちろん6四の香車で馬が取られてしまいますので、藤井竜王は7七馬と引くんですが、これだと完全に香車1枚ミスミス損した感情になっているんで、一気に藤井竜王が 90% ぐらいから、50-50 ぐらいまで3五金と取れまして、互角に戻りました。やっぱりこの超早出し戦ということもあって、藤井竜王に普段めったに見られない手が、ミスが出たという、そういう状況ですね。そしてここから4三歩成と藤井竜王がなっていきまして、久保九段は1二飛車と飛車取りをかわしていきます。そして藤井竜王ここから4八飛車と、あらかじめ1七歩成から飛車を逃がしつつ、4筋から飛車を使う構想を見せていきました。そして久保九段はここで8四歩と桂取りに催促していきました。藤井竜王は2二歩と桂取りのお返しで攻めていくんですが、ここから久保九段が1七歩成としたのが一見自然に見えてあまり良くなかったようで、2一歩成と取られまして、まあ、次の2二との飛車と角の両取りが非常に厳しく、再び先手が優勢に戻りました。どうもここでは強く8五歩と取る手があったようで、以下2一歩成の時に4六歩という勝負手がありました。まあ、2二とが来る前に一気に勝負していこうということですね。これなら完全に互角だったようです。一例として同銀に4七歩と味な利かしがありまして、飛車をかわすと4六金と取られてしまうので同金なんですが、4六金同金6五桂と絡みついていって、これが次馬を取る手や5七桂成あるいは5七銀という手を見せて、2三の角の利きもよくこう効いてますんで、これはもう完全に形勢不明、どっちが勝つかわからないと、そういった勝負だったようです。ということで、久保九段に一瞬のチャンスが訪れていたんですが、まあ、本譜は1七歩成2一歩成に1六飛車2二となりまして、再び藤井竜王がと金を活用して優勢を築きました。以下
4五角とかわすんですが、3六歩と打つのがうまい手でした。まあ同金からさばいていくと自然に4八の飛車が活用できるということですね。藤井竜が巧みな一着で8五の桂を取る手をなかなか与えません。で久保九段は4六歩と勝負をしていきます。で同銀に4七歩と遅ればせながら叩いていくんですが、同金4六金同金6五香打ちに対して6八金打ちが、これがまた期待の入った一着ですね。ここでは4五金と角を取ってしまう手もあったんですが、やはり6八金打ちの手が、5七銀も消して早出しで非常に負けづらい一着となっております。そしてここで久保九段は8五歩と桂馬を取っていくんですが、ボロッと4五金と角を取られたのが大きく、ここでまた藤井竜が、勝勢になりました。ここでは3六角と角を逃がした方が良かったようなんですが、まあ、それでも藤井竜がはっきり優勢ということに変わりはありませんでした。この8五歩に対して4五金3六飛車と久保九段がなんとか飛車をさばこうとしていくんですが、ここで藤井竜はなんと3九飛車成を無視してじっと8五歩と取りました。これもまた渋い手ですね。そして当然3九飛車成と飛車取りになってくるんですが、4九歩とじっと底歩で受けて、確かにこうなってみると次の8六桂などの攻めが非常に厳しく、まあ、先手の優勢が揺るぎないものとなっております。非常に巧妙な指し回しでした。そして久保九段、ただここから8六歩とさすがのいやらしい手を放っていきました。これ馬で取ると7四桂のような手があってなかなか厳しいということですね。ここで藤井竜も指す手が難しいのかなと思って見ていたんですが、ここから教科書のような素晴らしい一着が放たれました。それが5二とですね。何も聞いていないところにと金を捨てる一見もったいない手なんですが、同金に5五金と寄っていきますと、遊んでいた金が守備に働きつつ、さらに4八の飛車が次4一になれる形になりまして、うまくと金を捨てて手を稼いだ格好になりました。で、ここで久保九段は6七香成と特攻していきます。もう飛車成を受けていても8四歩と突かれたりとか、あるいはどこかで8四桂と打たれたりしてちょっと勝ち目がないと、そういう特攻ですね。そして同金に対しまして、単に同香成ではなく8七銀と打っていきました。そして同銀に、ここでも同歩成や6七香成ではなく、一回4八竜と飛車を取りまして、同歩に8七歩成となっていきます。まあ、久保九段も目いっぱい工夫した勝負でですね。そして同馬に6七香成、同玉と守備駒を剥がしてから7四桂と打っていくんですが、藤井竜はこれが何でもないと見切りまして8四桂といよいよ決めにかかりました。放っておくと次9二飛車から7二飛車成と銀を取って詰ます筋がありますので、何か受けないといけないということですね。で、久保九段は一回6六金を利かしていきました。ここで5八に逃げる手もあるんですが、藤井竜は7八玉と馬の守備力を信じてこちらに引いていきました。これがまた正確な一着で、まあ、ちょっと後手から、寄せる手段が難しくなっております。やっぱり馬の守りが偉大ですね。で、放っておくと次9二飛車が来るので久保九段は8三銀打ちと受けていくんですが、そこで3一飛車が厳しい一着となりました。次に7一角からの詰めろとなっております。あいにく持ち駒が飛車しかないので久保九段は5一飛車と受けるんですが、そこで3七飛車成が、これが辛い手ですね。もう飛車を打たせて怖いところがなくなったので、あとは受け切って勝ってしまうという藤井竜の非常に辛い手が出ました。そして久保九段は8六歩と一発利かして8八馬に7六金と次の8七歩成を狙っていくんですが、ここから藤井竜は7二桂成、同玉に8四香車と打っていきました。まあ、受け切って勝とうと思ってるのかと思いきや、もう攻め合い勝ちを完全に読み切っていたんですね。確かに飛車や金が壁になっておりまして8四香車が強烈な一着となっております。久保九段は8七歩成としても王様をかわされて無効ということで、一旦同銀と取りまして同歩に7五桂と圧力をかけていくんですが、
藤井竜王はものともせずに8五角と香車と金の両取りの切り返しで華麗に調整を必勝形に変えていきます。そして以下8七歩成に6八玉とかわしまして、6七桂成と久保九段が最後の特攻を見せました。ここで5九玉と引いても勝ちは勝ちなんですが、結構王様が狭く危ない状態になるので、藤井竜王はズバッと同竜と取っていきます。そして同金に同角と指して次の8三銀からの詰めろをかけました。久保九段は6二玉と早逃げしまして、8三歩成の詰めろに4二金となんとか詰めろを解除して粘っていくんですが、そこで8七馬とと金を払うのが4三地点に帰化した最後の決め手ですね。これで次7二金からの詰めろなんですが、まあ、先手玉はと金を払ったおかげで全く怖いところがなくなっておりまして、もう負けようがない状況になっております。ということで久保九段は6六香車と田楽指しで形を作りまして、以下7二金5二玉4四桂まで145手藤井竜王が勝利となりました。序盤久保九段が工夫した作戦を見せるんですが、藤井竜王がうまく対応して優勢から勝勢に差を広げて、まあ、このまま勝ち切るのかなと思って見ていたら、まあ、超早指し戦ならではのめったに見られない藤井竜王の中盤のミスがありまして、そこから一気に互角になりました。ただそこで耐えてもう一度突き放した藤井竜王が最後は華麗な決め方で久保九段相手に勝利。これで新銀河戦決勝3番勝負、久保九段相手に藤井竜王が2連勝となりまして、初代新銀河に輝きました。本当におめでとうございました。ということでここまでご視聴いただきまして本当にありがとうございました。ご評価チャンネル登録などいただけますと大変励みになりますので、どうぞよろしくお願いいたします。それでは失礼いたします。